よし、よし、よし。さあ今ですね、はい、もうホームラン出すぎです。あー出る出るですね。どんだけ打つんじゃいっていう話ですわ。本当だよ。はい、どうなんですか。いや、去年のね、単純計算で言えば、はい、本当にね、倍近く出てるから、うん、めちゃくちゃ打ってますね。出てる。まあ、球場が多少狭くなってるっていうのもあるし、まあ、ボールも飛ぶんだろうけども、一番はやっぱ技術的に変わったな。昔やりましたかな、お前フライボール革命。あ、やりましたよ。あれですか。あれをとうとう取り入れたんじゃないの。プロ野球でとうとう取り入れたんですね。いやいやいや、まあそう言われてたけど、やっぱフライボール革命がやっぱ進化してきてるという。主流になってると思う。まあそうだよね、本当の主流になってきてる、ね。まあ宮本理論というのもやったっけ。はい、宮川理論。宮川理論、はい、だああいうのでもやっぱ多少アッパースイングというか、はい、うん、まあ、言葉はなんかスッと取り入れることはできない人もいるけど、はい、まあアッパーにある程度打っていくよね、はい、だからそういう打ち方がみんなこうなんていうの、こう板についてきたというかさ、はい、技術的に取得できたというか、はい、まあ、そういう選手が多いんじゃないかな、はい、だからボールがよく上がってる感じがする。確かに、確かに。まあこのままいくとピッチャー大変だよね。ですよね。大変ですね。ということはこれからカーブを投げれるピッチャーが有利になってくる。言ってたやつですね。言ってたやつ。柳投手ね。それと高め、はい、高めに投げ切れる、うん、フォーシームの、はい、速いボールが、うん、で縦割れのカーブ、はい、これがピッチャーの主流になってる。おお。だからさ、今速くても打たれるよね。そうですね、例えば千賀が161キロ今年投げましたって言って打たれないのかなと思ったら、中村翔吾に2打席連続ホームラン食らうとかさ、やっぱ速いだけじゃやっぱダメなんだよ。だからやっぱこう速くて高めで勝負できて、フライボール革命でさ、一番やっぱこうウィークポイントっていうのは高めになってくるんだよね。高めだとこう負けるというか、でそっからのカーブ、それが投げれるピッチャーが勝てるような時代になってくる、うん、だからみんな投げようと思ったら投げれると思うんだけど、はい、カーブはだからそれを勇気を持って遅いボールを投げるのはさ、うん、勇気いるっていうからピッチャーに聞くと、はい、だからそれを思い切って勇気を持って投げれるピッチャーが勝てるようになるんじゃないかな、うん、でね、俺注目してるのがヤクルトの石川。おー、はい、まあ、もちろん大きなカーブもあるけど、はい、最近抜きまくってんだよね。あれ、うわんって言ってましたよね。言ってた。抜きまくれって言ってましたよね。やっぱね、はい、抜きまくるのはね、上げにくいんだと思う。ああ、なるほど、うん、だからそういった意味では石川が寿命が伸びる。おお、そうな、なんかなってくるよ。ああ、それに伴ってやっぱピッチャーも変化していかなきゃいけないじゃないですか、はい、フライボール革命に、ね、はい、向けて、うん、まあ、そういう意味では石川がこう大きくはもう年齢的には勝てないかもわからないけども、いいピッチングはしそうな気はする。うーん、やっぱそのボールの回転数が少ないとか、そういうやつの方が飛びにくいとか、飛びにくいよな。ただね、メジャーの方はね、フライボール革命プラス、ただフライボール革命ってただこう体の使い方こうじゃないですよじゃないんだよ。もうね、データで取ってこの角度で打てるって、これを教えてる。なるほど。この角度で出したら打てる、いくと、もうそこまでもう、こう角度までちゃんともう決められてるというか、先の先をもう、だからどん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 進化してるから、ピッチャーの方もどんどんそれに追いついていかないとダメだよ。昔のピッチャーって低めを一生懸命練習したよ。でもバッティングの進化とともに高めを練習しなきゃ。なんかこう打てる角度があれば打てない角度っていうのもあるんですか、絶対。うん、いやだから高めだよな、高めの、うん、それもピッチャーはやっぱ研究して、そこをだから角度があれば下から出せば合うよ、まあ、そうですね。角度がないバッターピッチャーも、ピッチャーはもうそのまま打てば角度が上がるって、うん、でも角度があってなおかつ高めだとやっぱ負けるんだよ、うん、フライボール角度だと、ね、確かに、ボールが力がある、はい、で今のピッチャーってやっぱ力あるから、うん、だからそこだよ。フライボール革命取り入れてるバッターと、うん、あとは叩くっていうのを兼ね備えたバッターも出てくるんですよね、もしかして。どっちも鈴木誠也がそういう考え方だよね。あ、高めはやっぱ叩かなきゃいけないとか、うん、は言ってるし、
でも叩こうとかレベルに振ろうとかって考えてる人っていうのは、まあ球場に行って取材したりとか話したりとかするとあんまり考えてないよね、まあ、どちらかというと宮崎なんかは、いや僕下から出ないと打てませんって平気で言う人がもうレギュラーを取ってるとか、はい、昔なんか考えられなかったよね、やっぱ上から叩け上から叩けって言われて、はい、で高めには手を出すな、あれだけ速いボールって言われてたのが、高めに手を出せ、高めが一番ヒットになりやすい、でこれがまた進化して、高めで勝負して高めでファールを打たしてカーブで打ち取るという時代になってくる、だからもう本当にこう早くこうしていかないと遅れちゃうよ、そうっすね、本当に取り残されたら、もう取り残されたら銭っこ稼げねえぞー、黙るときは本当ですからね、あまり、でもそういう風な注目で、はい、あのプロ野球を見てもらえると、うん、すごく面白いと思う、確かに、ね、なるほど、だからもう叩けなんて言ってる、もう考えてるバッターはもういないということで、うん、だから少年野球の人たちが、はい、見てるんだったら、やっぱそういうこともやっぱより早く取り入れた方がいい、ね、だから甲子園でもそうじゃない、明豊なんてさ、叩けなんて俺多分教えてないと思う、やっぱあそこの打法ってやっぱ勝ち上げてるもんね、だからもう早くいち早く取り入れたところが、いい結果を残していくという、まあ、なんかそういう時代だね、なるほど、だからフライボール革命、はい、もう一度動画を見てもらえる、そうですね、よくわかると思う、もうこれ本当どういう打ち方かっていうのはね、はい、ちょっと1年前ぐらいですか、あれもうちょうど1年ぐらいグラウンドでしたよね、1年経ってないぐらいですか、経ってないぐらいですかね、まあちょっと一回興味がある人は、はい、あの見ていただける、初期の革命 の、ね、あの動画上げてますので、うん、よかったら それはあの、はい、見てもらえると、ね、そうですね、参考になると、はいはい、ありがとうございました。